猫の手の猫の手の皆さんでしたね。私がよく分かってなくて申し訳ございません。ありがとうございました。少し2部のところでは冒頭ご案内したように青年団シュバイツァー寺の古川さんに古川隆二さんと申しますけれども、本日は熊本県の玉名市からお越しいただいているんですけれども、古川さんに15分間ぐらいでいいでしょうか、話せば何時間でも話すって言うんですけれども、そんなに話していただくとモーさんのピアノが弾けなくなってしまうので、15分以内にしていただきたいというお願いと、どうしてもお話し足りなかったりですね、疑問に思うことがきっとあると思うんですね。50年間ですよ、私は今62なんですけれども、50年間こうした活動をされてらっしゃるので、まあ彼自身は今59なので、お父様の時代からそしてその志を継がれての取り組みなんですけれども、15分で話すのは無理だと言ってないかすいません、伸ばしてるわけじゃなくて早く出てきてくれたいからと思って、古川さんちょっと登場していただいてお話をしていただければと思いますので、古川隆二さんです。皆さんこんにちは。今ご紹介ありました熊本の、青年団シュバイツァー寺の代表しております古川隆二と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。15分間って何度も言われるんですけど、私そんな長く話さなくていいって言ってるんですよね。ちょっとなんかだんだん悪い、すごい悪い人みたいになってますボンさんの演奏を聞きたいのに、まあ、すみませんと思いながら今日も本当申し訳ありませんが少しだけお話しさせてください。まず最初に本当にこの演奏会、ボンさん、そして、フランクフィールド、ボランティア協会、本当にその協賛されている皆さん、そして何よりもこの会場にも来ていただいている皆さんにですね、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。本当に私こういった活動しながらこういったことがほとんどないというか、この前つい最近もですね、2日、3日ぐらい前に福岡で講演会したんですけども、まあ、ちょっと無理やりというか、ある会合の後に60人ぐらい集まっていただきまして、お話したんですけど、本当に乾杯お願いしますとか言って最後に一人だけ本を買ってくださって、というような状況がずっと続いてるんですね。ですからこんな風にもう何もかもやっていただいて、そして演奏までしていただいて、皆さんも集めていただいて、もう本当に何とお礼を申し上げていいかわからない、こんなこと初めてなので感動しております。朝3時半から起きてどういうお礼を言おうかと考えてたんですけども、もう本当にただただありがとうございますとしか言いようがありません。本当に皆さんありがとうございます。本当に、発表されました今日は。涙が出る前にちょっと早く話してしまわないといけないとか、確かに時間がないですね。話してしまおうと思います。私たちはこの福岡事件というですね、今からもう72年も前に起こった事件で、2人の死刑囚が、戦後初の判決を受けます。で、1人は西武雄さんという人、1人は石井健次郎さんという人なんですね。で、この2人が、2人を殺して、そしてお金を奪ったという、それも計画してやったという事件にでっち上げられました。計画的な強盗殺人事件ということですね。確かに戦後の混乱期、裁判も十分なことはなかったと思いますし、取り調べも拷問があったりしたと聞いています。で、そんな中で、実は西武雄さんという人ですね、ちょっとこっちにパネルにあったりしますけども、この西武雄さんという方は現場も知らないんですね。それがどこであったかも知らない。ただ、事件があったので自分はそれをびっくりしてお金を持って帰った。その手付金だったお金を持って帰っただけです。で、もう一人の石井健次郎さんという方は、実は二人殺してしまったのを認めています。ただ、自分が撃たれると。そういう時代でしたから銃を持ってたんですが、撃たれると思って銃を撃ってしまったということで、これを2つを結びつけてですね、計画してわざわざ2人を殺してお金を奪った事件だということになったんですね。で、西さんという人は今言ったように全然そのことも知らなかった、全くの無実を主張し、石井さんという人は2人を撃ったけれども、強盗殺人の計画なんかしてないと、自分が撃たれると思って殺してしまったんだということを言うんですが、2人とも、1956年ですね、最高裁で死刑が確定してしまいます。
でこの2人がですね、まあ当初は、まあ、そんなことで試験になると思ってなかったんですね。まあ、自分がこんなことを、確かにしたかもしれないけども、試験に値するようなことはしてないということで、訴えていたんですが、誰もその訴えを聞いてくれなかったんですね。でそんな中、私の父が、福岡大臣といいますが、教会士という仕事をしてました。で教会士というのは死刑、死刑囚にですね、宗教の話をして、死を受け入れるというか、死刑を受け入れるためにお話をするんですけども、そんな中でこの2人が自分たちは無実だということを一生懸命訴えてきたんですね。で私の父が1963年、本当は運動もですね、実は50年じゃなくて58年目です。私が1歳の時から始まっています。ただ、この宅発を始めたのがですね、1963年からです。で父は僧侶ですから、こういった、専門的なことは分かりませんので、とにかくこの2人を救おうということで、宅発の姿になって全国を、回っていきました。で何とかしてですね、この2人を、死刑が、止まる、死刑を執行しないでくれと、そして裁判のやり直しをしてほしいということで、全国を回っていきました。ずっと記録を見るんですけど、なかなかちょっと静岡には寄ってないようなんですね。静岡でもあればということで、この前静岡の新聞の方が言われてましたが、静岡はたまたまないようでした。ただ、もう全国津々浦々と、それも一軒ずつですね、回ってました。この写真にあるようにですね、本当にすごい数の私、写真があるんですね、うちに。で、私は小さかったからそんなイメージがなかったんですけど、こんなにも頑張って、訴えてたんだということにびっくりしました。親ながらですね、普通だったら駅前でこう放送スピーカーというかね、拡声器でお話して、そして署名をもらうとか、そういうイメージだったんですけど、ほとんど毎日のように、正月からずっとですね、一軒一軒回って署名をもらって、5万筆集めてですね、それを提出したりしました。で、その時の歌にですね、この私はわらじが見られないって、ちょっと資料に今日配れなかったんですが、わらじを履いてですね、このわらじですね、当時のわらじなんですけども、ちょっと下は本当はこれに、下に、運動靴を縫い付けて、もう破れないようにして全国を回ったようですけれども、わらじを履いて10年、無実の死刑囚を救うため、私は一人一人、町を村を訴え叫び、歩き続けた。1億もの人間がいるのだ、無実の死刑囚を孤立させてはならない。20年先か30年先、いつかみんなが知って救い出してくれる。私はそれを信じて、今日も明日も歩く、生涯歩く。たった一人の命すら守れない世の中を私は信じることができない。無実で死刑にならない世の中を私は信じたい、証明したい。でなければ私は救われない、生きられない、私はわらじが脱がれないという歌を読んでいます。とにかくこの運動をですね、12年間ずっとこう宅発していくんですけども、1975年のある朝ですね、その75年の6月11日の朝、今言った西さん、全く無実を主張していた西さんが、突然ですね、獄中で、運動場で、話してたりしてたところを連れて行かれて処刑されてしまいました。そのことはここに書いてありますけれども、全くの突然の処刑です。当時、恩赦という、今も恩赦のことが天皇陛下の即位で話題になってますけれども、そういった時代にですね、この事件でも恩赦で助かるというみんな信じて運動を続けていたんですが、6月17日の朝突然連れて行かれて、わずか20分で処刑されてしまいました。同時に石井健次郎さんという方は、今、2人殺した方ですね、彼は無期懲役に減刑になりまして、その後、また14年後に42年7ヶ月かかってですね、仮出所されました。事件をこのようにしてですね、本当に闇に葬られた形で終わってしまいました。私たちはですね、父が亡くなり、そしてみんな関係者が亡くなる中で、どうしたらこの運動を続けていこうかと思った中で、やっぱり、その父の歌ですね、このわらじが脱がれない。わらじを脱ぐということは、運動をやめるということだと。運動をやめるということは、死刑が執行されるかもしれないと父は言われたそうです。だから、わらじを脱いじゃいけないということで、運動を続けている。では、やっぱり私たちも、運動を続けていこうというふうに思いまして、今なお、この福岡事件のですね、裁判でやり直しを求める運動をしているところです。そんな中で、今、みんな死んでしまって亡くなっていますから、本当にやりようがないんですね。日本の法律では、西さんは処刑されて、石井さんは出てきましたけど、亡くなっている、私たちの家族もいない、裁判やり直してほしいと言っても、私たちではできないんですね。もちろん弁護士さんでもできないし、そんな中で、じゃあどうするかというと、やっぱり法律を変えるしかないということでですね、今そこにも記事がありますけど、裁判でやり直しを求める法律を変える、運動を、今も引き続きしております。で、キャンペーン、私はわらじが脱がれないということで、今も続けている中で、本当に
まあ、よく手弁当って書いてあって、手弁当って言葉がもうそんなにわからないぐらい私たちは全部自分たちでやってきたので、もう困り果てている中で、まあ、プラムギルドさんや、ボランティア協会さんにですね、ちょこちょこそんな話をしてたら、なんかこういう企画をしていただいてですね、まあ、そんなことで今日皆さんとお会いすることになったということなんですね。本当にまあ、こういう体格はいいですけども、本当にボロボロなんですけど、もう、明日の、まあ、なんていうか家族のお金をどうしようかというような中で、本当に今日はウォンさんの演奏をはじめですね、温かい皆さんの気持ちに触れて、またやる気が出て、これからも頑張っていこうと思っています。最後にですね、この西さんの仏画があります。今日ちょっと、まあ、あまり遠くなんでね、後でお見せしますけども、西さんの仏画をですね、拘置所内で毎日描かれていました。それは自分の無実をですね、誰も聞いてくれない中でどうか仏様に聞いてほしいという思いで毎日描かれました。その数は3000巻です。でこれやっぱりね、普通だったら自分の罪を償うために仏様に祈りを捧げるとかではなくて、西さんはもう本当に誰も聞いてくれない、だからどうか仏様だけでも聞いてほしいという、まあ、青の洞門のね、例のようにですね、洞窟を掘って、まあ、そのトンネルを掘った話を聞いて西さんは思いついたそうです。で彼の歌に叫び出し寒満月の割れるほどという歌があります。叫び出し寒満月の割れるほど、本当に私たちは無実、この冤罪の方のですね、苦しみは本人しかわからないと思うんですね。中に入っている今袴さんの支援の方も来ていらっしゃってますが、やっぱり本当に本人しかわからない苦しみをですね、どうやって外に伝えるかということは、私たちがやっぱりそれを共に考えるしかないと思っています。で少しでも近寄りながらですね、そういった冤罪で苦しむ人たちのことを、助けていければと思っています。で、まあ、ボランティア協会もプラムギルドさんも、それから、ウォンさんも本当に命を守る戦いというか活動されています。でそういう意味でも共に連携して、皆さんと共にやっていければと思います。15分ぐらいかな。ありがとうございました。よろしくお願いします。